ドメインの階層構造ドメイン名は IP ネットワークにおいて個々のコンピュータを識別し接続先を指定するために使用される名称の一部。多くの場合、ドメイン名は複数のホストを要するドメインの名称か、あるいはドメイン名それ自身がホスト名であり URL の一部を構成している。インターネットにおいては世界中で絶対に重複しないようにするため、 ICANN により一元管理されており、ドメインネームシステムにより、ドメイン名を含む、ホスト名と IP アドレスとの変換が実行されている。インターネットでの場合、インターネットのドメイン名は、様々な国、機関により管理されているが、以下のような共通ルールを持つ。ドメイン名における名前衝突は、独自ドメイン名が、グローバル空間におけるドメイン名と重複し、衝突する現象である。 従来 TLD として存在しないドメイン名を内部ネットワークの名前解決に利用し運用していたシステムが新たに追加される GTLD と衝突し得ることが主な問題となる根本的な対策は独自ドメイン利用の中止である取得済みドメインのサブドメインを内部用の独自ドメインとして利用すれば意図しない TLD との名前衝突は起こり得ない内部向けに 独自ドメインを利用することは、名前衝突を避けるために推奨されない。しかし、アムウェイズプライベート TLD を導入する際の指針が RFC6762 で示されている。内部ドメイン利用の実情は、i c a n n サックが発表した報告書、グローバルインターネット DNS 名前空間における、名前空間衝突に関する研究及びリスク緩和の、 ための枠組み最終報告書で調査され、RFC6762 に示された、この指針が遵守されない場合に、ドメイン名解決が実際に問題を起こす、可能性が高いことが確かめられている。特集、汎用 JP ドメイン名について JPNIC、削除済みドメイン名のための、受け戻し猶予期間から JPNIC ハットフーストは、JPNIC、 ハット JPDRPJPNIC 従来、既存の GTLD に存在しないから問題ない、として組織内ネットワークなどで利用されていたドメイン名が新しく GTLD として追加されたドメイン名と衝突してしまうという問題です。日本ネットワークインフォメーションセンター。名前衝突問題名前衝突問題が起こるのはパブリックの名前空間で使われていない TLD を 企業のイントラネット等の内部用として利用していて、新 GTLD の追加によってその文字列が重複してしまう場合です。日本ネットワークインフォメーションセンター。名前衝突問題対策。こうした名前衝突の問題を回避するには、内部利用目的のドメイン名を使わずに、パブリック名前空間のドメイン名を利用するよう、ネットワークの設定やシステムを修正することが必要です。 日本ネットワークインフォーメーションセンター。名前衝突問題。We recommend against using.Local as a private u n a c a s t d n s top.Level domain RFC 6762.We do not recommend use of unregistered top.Level domains at all.But should network operators decide to do this.The following top. レベル・ド・メインズ・ハブ・ビーン・ユーズ・ドーン・プライベート・インターナル・ネットワーク・ス・ウィズ・アウト・ザ・プロブレムズ・コーズ・ド・バイトライング・ツー・ルユース・ローカル・フォーディス・パーパス・イントラネット・インターナル・プライベート・コープ・ホーム・ラン （rfc） 六千七百六十二。セキュリティと安定性に関する諮問委員会策とは、セキュリティ＆スタビリティ・アドバイザリー・コミュティの逆です。 ジェイプニック、サックとは、ICNN a、ミタゲーティングザリスクオブ DNS、ネイムスプリースコリジョンズ5.7ンコープ、ホーム、アンド、メール。ありがとうございます。